ラブライブサンシャイン、アクア、裏の星女学院ラジオ、 JMA 放送局。皆さんこんにちは、 JMA 久島よしこ役アイキャンこと小林彩香です。渡辺よ役シュカシュこと斉藤シュカです。黒沢ルビー役フリリンこと振畑愛です。私たちワイワイワイです。お願いします。お願いします。さあ4月に入りました。やばい、新年度です。早いね。今年早くない？早すぎる。お正月この間だった気がした。本当だよ。もうこの調子でどんどんさ、もう本当12月になってさ、もう2024年ことよろみたいになってんだよ。絶対年々早く感じるね。なんかね、年々早く感じますけど、まあ始まりの季節ということで、この4月5日、本日は、アクアサードシングル、ハッピーパーティートレインのリリース記念日、なんと6周年です。そんなはずありません。そんな経つんだ。信じてません。だってうちら8周年だから。それも信じてません。あ、いや、そっか、2年、そっかそっか、2017年リリースですって。なんかそんな前だったっけ。いや、最近だったと思うんだけど、なんか最近のイメージなんだけど、マジで2017年の記憶もない、忙しすぎて酒だけしてバタバタしてた ね、 かてるからね。いい意味で、すごいね。いやちょっとまだ信じられないんですけど、にわかには。でもみんな聞いてくれるんじゃないかな。ね、でもずっとずっとね、愛されてて、でこの時期にやっぱ聴きたくなる曲ですよね。すごく、ぜひ聴いて、あの気持ちを高めて新年度頑張っていただきたいなと思います。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブサンシャイン、アクア、裏の星女学院ラジオ、 1,2 のサンシャイン。ラブライブサンシャイン、アクア、裏の星女学院ラジオ。この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りします。ラブライブサンシャイン、アクア、裏の星女学院ラジオ、 JMA 放送局。皆さんからのお便りを紹介する裏の星女学院投書箱のコーナーです。はい、はい、じゃあ読んでいきます。はい、リトルデーモンネーム頑張らない党さんからいただきました。ありがとうございます。ホワイトデーコンサートではついに、ついにコットンキャンディーが、なんと声出し可能な状況で披露されましたね。今日一番の声出せますよねというフリリンの煽りと会場の熱気に当てられて、自分も記憶が吹っ飛ぶほど打ち上がりましたと。吹っ飛んじゃったんだ。吹っ飛びました。すごい。ではでは続いて、ヨーソローネームパチワレさんからいただきました。ありがとうございます。ホワイトデーコンサートのコットンキャンディーエイエイオーでめちゃくちゃテンション上がりました。トロッコの狭い空間でもシンバルを叩いたりして、チョコレートバナナエイエイオーしてくれたり、振り畑さんが全力で盛り上げてくれたので全力で楽しめましたといただきました。嬉しい、ありがとうございます。続いてビギンネーム一かけらの勇気さんからいただきました。ありがとうございます。コットンキャンディ AAO でシンバルをしまう時だけ慎重に丁寧にしまう姿がなんか壺に入ってしまいました。これだけまたあったよ。壺に入ってしまいました。コットはもうありがとうございます。いやでもすごかったね。いやもうね、嬉しい、どよめきというか地鳴りみたいな、ゴゴゴゴみたいな本当ね、みんながもう待ち望んでたんですよ。映像にシルエットがパッて出された瞬間でさ、もうさ、うーみたいなてかもうフリが出てきた瞬間からもうみんな、うー近くの人とかすごーと思って、てかなんならちょっとメイメイ探偵の時にあのの終わりぐらいになんか、もうね、国境のねトロッコが若干出てきてたらしくて、そうなんだ、その近くの人たちがあれみたいな、だから別のざわめきしてる人たちがいたの。それはなんか申し訳ない、ね、覚醒の前にね。いやでもなんかよしこちゃんらしいね。そうそう、なんかそういうとこもいいよね。なんか、いいな、なんか
か。ちょっと早出しちゃったね。違うざわめきもありつつ、私のためねみたいな感じで思ってんだけど、全然こっきゃんなのよねっていう。いや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 、そんなそんな。いやでもどうだった、初声出しでこっきゃん。そうだね、なんか前回はお姉ちゃんと一緒に出てっていうので、うんうんうん、なんかそれもすごい支えてもらったんだけど、うん、なんか今回一人で出てみてすごいお姉ちゃんのありがたみを感じた。なんかすごかったよね、うん、やっぱねサポートしてもらってたもんね。なんか今回ルビーが一人でもできるもんみたいな感じで、うん、なんか披露できたから、うんうん、でトロッコでみんなの周りに行って、うん、で煽りとかはみんな踊れますか歌えますかみたいな、うんうんうん、言ったらみんなおーって言ってくれて、近く行ったらみんな踊ってくれてみたいな、うんうん、間近で見ると本当に嬉しくって、うん、この一曲の力が本当すごいなって改めて思い知らされた、そんな一曲でしたね、うんうん、なんか幸せになるこの曲、うん、リハからめっちゃ楽しかった。楽しい、ずっと踊ってた、うん、私と、うん、あのアリサ、うん、本当踊ってくれててプロデューサーさんもそうね、はい、あの超収められてました、ね、イントロのところは毎回違うことを言ってて、うん、そう、あの練習してる時も、うん、皆さん行きますよスタッフの皆さんもみたいな言ったりとか、うんうん、なんか本当私も自身も楽しかったし、ルビーもすごく楽しんで歌ってたんじゃないかなと思うので、よかったなと思います。ありがとうございます。いい、もう最高でした、最高でした、うん、ありがとうございました。楽しかったです。本当に、うん、あ、私一個好きなエピソードがあります。何、このあのチョコレートバナナのチョコレートバナナ、多分それをあの上げる高さ測られてましたよね。そうそうメジャーで、そうそうそう、であのあのトロッコにあのくくりつける紐の長さを多分決めるやつだったんだけど、うん、落ちないようにね、やってたんだけど、なんかそれが測られてる姿がおもろすぎて、めっちゃ面白かった。写真撮ってくれたじゃん。そう、撮りました。おもろすぎてね、世の中に出していいなら出したいぐらいおもろいから、うん、なんかぼやかしていただいて、ね、なんかどっかで見てほしい、おもろかったから、うん、測られました、はい、それはちょっと好きなエピソード、はいね、ありがとうございます。です、じゃあ続いてリトルデーモンネームヤクルさんからいただきました。ありがとうございます。2年前にアクアを好きになってからの願いだった2年生の決めたよハンドインハンドをライブで見るという夢が叶いました、うん、一瞬も見逃したくなくて、大げさじゃなく瞬きをするのももったいなく感じました。楽しそうに歌う2年生の姿になんか胸の真ん中がキューンとなりました。アクア最高です、ライブ最高です。あ、使ってくれてありがとうございます。流行ってんの、流行ってんの、流行ってない、流行ってません、流行ってんの、流行ってませんではでは続いてヨーソローネームヤマモンさんからいただきました。ありがとうございま す, います。ホワイトデーコンサートで決め手はハンドインハンドのイントロが流れた瞬間、楽しさと懐かしさが一気に込み上げてきて、目頭が熱くなりながらも全力でブレードを振っていました。満面の笑みを浮かべながら楽しそうに踊る3人の姿がとても輝いていて、見ていてすごく元気をもらいましたといただきました。ありがとうございます。いや、この歌やめっちゃいい、やっぱいいよね、すげえ好き。多分ね、アジアツアーぶりなんなのかなにやって、やっぱなんかこうアニメのさ挿入歌で一番最初に流れてくる曲だから、うん、いろんなこと思い出した、なんかやってて、なんかもう執念だからさ、うちらもさ、うん、だからいろんなことあったなと思うし、いろんなところでこの曲やったなと思いつつ、うん、久しぶりだし初めてねやっぱ聞いたよっていう人もいるから、うん、私なんか私は見てないけど、ね、崩れた人とかもいたって言ってたから私は見てない、そう見れてないの、見えてなかったんだよね、そう、2人だけ見てたんだよね、2人だけ、だって、うん、終わった後に言われたもん、うん、え、しゅうか見たって崩れた人いたんだけど見てないわっつって、でもそれぐらい嬉しかったんだなと思ってさ、いやでも楽しかった、久しぶりにやってみて、うん、よかった、ね、できて、なんか、うん、昔よりもめちゃめちゃパワーアップしてる感じがあって、あ、本当、うん、嬉しい、なんか完成されていってる感じが、でもなんか久しぶりにやっぱこのなんか映像を見て、うん、で彼女たちが踊ってるのをさ見てさ、うん、あ、こうだなとかさ、だから新しい発見があるのよ、またそうだね、うわって、うん、この時より気づかなかったこととか、うわーみたいな、多分見る視点が変わってるよね、そう多分ね、どんどん変わるからさ、うん、でもそれも新しい発見だったから面白かったから、やってて、うん、そうだね、なんか
曲入る前に3人が更新して出てくるところが意外と好きだった。曲じゃないけどサンシャインマーチだっけ。そこも練習してて可愛らしいなって。起きて手を振ってくださいって言われて、ずっとさリカ子がさ逆になっちゃってさ、え、なに右足からやってるのとか言って、すごい合わせるの大変だと思うから、え、シュカどっち足から登ってるみたいな、どっちから進んでるって言われて、え、右かなみたいな言ってて、おもろかった。曲以外のところにも気を使ってるんだよっていうのがすごいなと思って。待ってるから、ね、あの更新のね仕方もめっちゃ指導されてたもんね。そうだよ、もっと腕を振れみたいな、ちょっと大きく振って振れみたいな言われてました。すごいこだわるじゃんって何のこだわりなのってなってました。それがあってやっぱ良かった、ね、そこもね決めてるハンドインハンドも決まっていた。ありがとうございます。続いてビギンネームジーナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトデーコンサートありがとうございました。こちらこそ元気印の1年生組が大好きなので、始まりロードを聞いてとても嬉しかったです、うん、コールも楽しくて盛り上がる曲なので、うん、サンシャインマイロー、いや、うん、ホワイトで叫べてとても楽しかったです、はい、Day1 ではアイキャンが、はい、サーネーをふざけて笑っちゃって自分のパートが歌えなくなってるのが可愛かったし1年生らしくて大好きですといただきました、はい、ありがとうございます。では続いてリトルデーモンネームアンパンさんからいただきました。ありがとうございます。1年生の始まりロードはトロッコがめちゃくちゃ近くて大興奮だったし、うんうんうん、コールも盛り上がりすぎて大興奮だったし、うん、やっぱり1年生は最高だぜとなりました。やったこれあれだ、最高だぜ、ね、私ね、そうそう千葉だからいいよね、そうそうそう、おーって感じでね、うん、いいですね、はい、1年生は始まりロード歌わせていただきましたね。いや盛り上がってたね、めっちゃ盛り上がった、うん、すごかった、うん、嬉しい。めちゃくちゃでもこれも久しぶりの披露で、うん、なんか手振りが多いから思い出しの時とか、うんうん、あこんなだったんなとか思ってたけど、ね、いやでも本当に大盛り上がりだった気がする、うん、体感もこれやっぱみんなの声援があってこそ、ね、そうだね、うん、ね、もっともっと楽しくなる曲だからね、うん、やっぱ声出しでできて本当に良かったなって、うん、思います。で結構この曲こう掛け合いみたいなのがあって、うん、さっきメールでいただいた、うんうんうん、さあねとかは、はい、あのキャンと、まあ、よしこちゃんとルビーが歌ってるところちょっとふざけちゃって、はい、ふざけすぎちゃったね、はい、なんかてか言った後にあもうそれっぽすぎるって思ってで2人でね同じ方向にトロッコ行ってたから目合わせられたのよでさその時のさフリの顔がおもろすぎてなんかさなんて言ったらいいんだろう、目まん丸なの、まん丸で目向いてんだけど、うん、口が一文字でえって何て言うの、じゃあ何どういう表情なのって思ってそれで笑っちゃったの。なんかどの気持ち、どの感情、何の感情でその顔してんのって思って見すぎだった、やべみたいな、やべみたいな顔してて、うん、えって思って次のとこのハラハラが若干よれたいやでもそれもなんかね1年生らしいなって思う。ドタバタしてました、ドタバタしてて、でちょっとふざけてみたいなで笑っちゃうっていうのも、でもなんかライブでしかそれって聞けないから、そうライブでしかもう聞けないんですよ、聞けないの、そうめっちゃ楽しいだから本当に、そう1日目2日目とちょっと若干違いますし、ね、1日目にちょっと言われちゃったんでそうあの2日目はあの可愛くと言いますかあのまあ普通にと言いますかまあライブならではのそうですよね、そう、はい、まあね収録されてないところもね楽しんでねあのライブですから、そうそうライブだからね、ライブですからね、そういうところが、もうこんなんやったもん勝ちだから、ね、はい、こっちがそうなんですよ、楽しかったから、ね、楽しかったからいいんだよ、ね、本当に、はい、みんなも楽しかったらそれでよかったんですよ、面白いああよかったよかったうんでも結果楽しかったです、ね、よかったです、幸せになりました、ありがとうございますではでは続いて、はい、ヨーソローネーム矢田智弘さんからいただきました、ありがとうございます。新衣装タイムリーププロミス、うん、利脚にプンプンされるまで忘れてました、かっこ笑、そうですよね、ラブライブデイズの投票企画で決定したみんなで作った衣装でしたよね、うん、こうして全部回収してくれるアクアちゃん本当に大好きです、いただきましたなんか全部回収なんかうん、うん、ありがとう、はい、続いてピギンネームフラフラピクルスさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。
プンプンルーレットによってアクア全員のプンプンが見ることができてとても幸せでした、うん、誰かプンプンするためにズキュンってなりました。ズキュン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 すごいみんな幕開も見てくれて、はい、プンプンはそうね、なんか2月のバレンタインデーから引き続いてだったんだけど、このくだりを良かった、良しとしてくれて良かった、おもろかったけどね、なんか2日目ホワイトデーコンサートの2日目は、うん、そこをなんか誰が言うのかサプライズみたいな感じだったの、うん、そう台本があるけど、それもなんか誰がプンプンするかはサプライズでっていう、でも最初花丸ちゃんだったから、だからもうこっちはおーラッキーみたいな、ああいう顔してたからかなこは知ってたって言ってた。本当？そう聞いたんだけど、かなこあの流れ知ってたのって言ったら、うん、知ってたよって言ってた。うわ、それでプンプンルーレットっていうものがさ、でもすごい耳中ではい次のプンプンルーレットスタートって次、はい、耳中で、はい、すごいさスタッフさんのさ声でさ全員次、はい、次全員いくよ全員もうやめよう、もうやめようとか、なんか自分ぐらいの4人目ぐらいでもう終わりかなって思ったら、そうなの、だから私はホッとしてたの、ラッキーと思って、ラッキーじゃないよ、終わらそうみたいな感じ、お多めにやったら意外と続いちゃってごめん尺取っちゃった、尺というか長くやっちゃったとか思ってね、まあよかった、みんながズキュンって。でもなんか意外とそういうなんか自由な感じのこう MC 久々だった気がするから、うん、そうだね、そうなんかアクアらしさみたいなのが出せて、ね、はい、普段の感じが出せてすごい良かったなって思いましたよ、楽しかった、まあ、なんか台本に書いてある、あのプンプンはみんなマジでキレてたんですか、うん、いや当たり前でしょ、当たり前じゃないですか、マジでキレてたに決まってるでしょ、キレてますよ本当に、キレてますよ、キレてますよ、なんか久々に聞いた、はい、でした、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、あの次行こう続いてリトルデーモンネーム、明日の俺は今日の俺ではないさんからいただきました、ありがとうございます、うん、ホワイトデーコンサートで披露されたバンザイデジタルトリッパーズは本当にミクちゃんがステージ上にいてびっくりしました、うん、アリサさんと手を合わせる振り付けとかパチンとハイタッチの音が聞こえてきそうな気がしました、うん、ダンス素人の僕から見てもフォーメーションとかこれ本当にすごいことをしてるぞというのが伝わってきました。大好きなアクアかける大好きなミクちゃんは本当に素敵な時間でしたといただきました、ありがとうございま す。では続いてヨーソローネーム和田つみさんからいただきました、ありがとうございま す。ホワイトデーコンサートでもバンザイデジタルトリッパーズを2回披露していましたね、うん、それぞれのパフォーマンスに違いがあることを話していたのでホワイトデーコンサートではじっくり見比べちゃいました。9人の細かな動きだけではなくミクちゃんとも息がぴったりと合っていて改めてこのコラボの凄さが分かりました、うん、アクアフィーチャリング初音ミク最高ですといただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてピギンネーム一ノ瀬さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ホワイトデーコンサートが人生初の現地ライブでした。初音ミクちゃんとコラボしたバンザイデジタルトリッパーズは思い切りコールしました、人生初のライブ参加がアクアで本当に良かったです、わ嬉しい、しみるその言葉、ありがとう、 初ライブがアクアか、嬉しいな、嬉しいね、いやこのバンザイデジタルトリッパーズね、ミク、うん、ちゃんが来てくれましたからね、嬉しい本当に、ね、改めてすごい、いや本当になんかやってる時はすごいもう必死すぎて、そう、ね、嬉しいんだけどすごい必死だったから、こう改めて配信とかで見て、うん、なんか実感したって感じがすごいした、だね、あと、うん、ダイヤもダブルセンターだったからアリサすごいプレッシャー抱えてる感じが伝わってきてたんだけど、ね、いやでもなんかすごいやりきったなと思うし、ほんとすごかったよね、うん、1日2回ってのもまた全然 ね、いつもとは違うから大変だったと思うけど、うん、いやまたやりたいなこれね、やりたい、うん、ほんとほんと、ね、また初音ミクちゃんとやりたいな、うん、ぜひ、うん、ぜひお願いします、ね、大人お願いします。でもやっぱみんながさ、こうすごかったとか言ってさ言ってくれてたらさ、うん、ちょっとまたあの機会が、そう ね、 あるかもしれないからね、また来たら嬉しいなって思うので、うん、みんなの声って大事だからね、うん、本当に大きい声出してほしい、ぜひ大きい声で、はい、お願いします、バンバンザー言ってくださいお願いします。じゃあ続いて
リトルデーモンネームうどんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ホワイトデーコンサートでみんなと一緒に歌った夢語るより夢歌おうと勇気はどこに君の胸には本当に号泣でした、うん、一緒に行った友達にびっくりされるぐらい号泣でした。そうなの。でもライブ終了後はなんか岩盤浴をした後ぐらい心も体もすっきりしてました。うん、夢夢と夕君にはマジでデトックス効果があると思ってます。いい、ね、デトックスしたらしい。ではでは続いてヨースローネーム、はい、水インクさんからいただきました。ありがとうございま す。ホワイトデーコンサートに参加しました。ありがとうございます。勇気はどこに君の胸にの合唱に参加するのが夢でもあったのでアクアの皆さんと会場にいた皆さんに本当に感謝ですといただきました。ありがとうございます。すごかったな。うん、なんかイヤモニ外して歌ってたんだけど、うん、なんかみんなが大合唱してくれるのになんかもうこっちも泣きそうになっちゃったよね。わすごーみたいな、ね、私あ戻ったなみたいな、うん、やっと戻ったこの瞬間がっていうのがあったから、うん、いやよかったね本当に、ね、やっぱこの2曲じゃないとなんかこう終われないっていうか、うん、すごいやっぱエンディング感が強い曲だね。意味合いもやっぱりすごく強くあるし、そうそう。で今回はさこのホワイトデーコンサートの方では歌詞を出したんだよね、はい、そう後ろにね、うん、バレンタインの時は出しなかったんだけど、そうそうそう。なので今日声出しができるってことでねみんなで歌いたいなっていう気持ちも込めて、ね、歌詞を出してみんなで本当に超歌ってくれててすごい嬉しかった。本当にありがたいね。嬉しい本当、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん本当に本当にたくさんのメールありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。アクアエクストララブライブ2023 It's a 無限大ワールドでも披露させていただきました。アクアで勇気はどこに君の胸に。「悔しい思い」
日曜日から沼津を皮切りに大阪、東京の3カ所でこの番組の公開収録&ライブイベント、アクア浦の星女学院ラジオ JMA 出張放送局バブ卒大集合ラジオとライブでワイワイワイを開催させていただきます、うんうん、チケットの一般発売の二次抽選は4月16日日曜日23時59分までとなりますので、チェックを忘れなく。はい、音楽商品情報です。ようちゃんの誕生日である4月17日月曜日にラブライブサンシャインサードソロコンサートアルバム The Story of Over the Rainbow スターリング渡辺陽をリリースさせていただきます、うん、劇場版を中心とした楽曲のソロバージョンに加え新規楽曲1曲が収録されます。ぜひ予約してゲットしてくださいね。そして購買部情報です。現在浦の星女学院購買部にて小原麻里のバースデーお祝いセット第4弾が予約受付中です、うん、ラブライブサンシャインセカンドソロコンサートアルバムのジャケットイラストを使用した色紙とメモリアルグラスの2点セットとなっております、うん、こちらの予約期間は配信日となる本日4月5日水曜日いっぱいまでとなりますので、皆さんぜひ予約して麻里ちゃんの誕生日を一緒にお祝いしましょうね。以上お知らせでした。ラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ JMA 放送局、そろそろお別れのお時間です、うん、はい、今回もメールたくさんご紹介しましてですね、はい、いや改めて素敵なライブだったなと思いつつ、うん、ね、いろいろ裏話だったりもお話できたと思うんですけど、そうだね、うん、あの輝きラリラの考察を喋りたかったね、はい、あ、そうだ、ね、来てたけど、まだまだ募集します、はい、そうだ ね、うん、ね、あと生放送とかでも皆さんご紹介しようと思いますので、うんうん、ちなみにまだね正解はねこの中には来てないですね、うん、届いてないね、らしいので、我こそはという、我こそはという方は、はい、ぜひ、うん、こちらにもお寄せください。ということで今回のラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ JMA 放送局はここまで。お相手は対馬よしか役小林愛香と渡辺陽役斉藤朱香と黒沢ルビー役の堀畑愛でした。まったね。ラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りしました。